エストニア空軍はエストニアにおける空軍組織。現在のエストニア空軍は1991年に再設立されたものであり、作戦期は有していない。第一次世界大戦後にエストニアが独立すると、それに伴い空軍も設立された。最初の空軍の設立は1918年11月21日のことである。 1930年代には130機の航空機を有していた。その後、ソ連による併合時期やナチスドイツに占領されていた時期には空軍を有しておらず、それぞれの国家の部隊がエストニアに駐留、あるいはそれぞれの国家によってエストニア人部隊が編成された。1991年にソ連より独立すると12月16日に、 エストニア空軍も再設立された。装備としては東欧、旧ソ連製のものを継承している。2004年にエストニアは北、大西洋条約機構に加盟したこともあり、作戦体系を西側のものに変更する必要が生じている。なお、2007年現在、エストニア空軍は練習機と連絡機、ヘリコプターのみを有しており、本格的な作戦機は保有していない。 そのため、領空警備を NATO に依存している。ありがとうございます。